春日権ゴは、神仏集合の神であり、福雨建作、観音、薬師如来、地蔵菩薩、十一面観音を本事物とする。春、日大明神とも呼ばれた。神仏分離、廃仏希釈が行われる以前は、春日社などで祀られた。春日社は与柱の神を祀っており、中でも、アの子や根の命は、藤原氏の祖神であった。 神仏集合が進展するとともに、長岡京都それに続く平安系への戦途によって、藤原氏の政治的影響力の中心部隊が奈良から京都へと移ると、藤原氏の宇治寺であった幸福寺が、春日社の神宮寺として強い影響力を発揮し、春日社を事実上の支配下において、自業とした。0 1 8年からは、春日社では、 幸福寺の社僧が、北ッケ八孔の法営を始めるなど仏教色が強くなり、仏法守護国家鎮護のために、鹿島大明神と香取大明神が、お二山に先座したとされた。それに伴って、本寺衰弱に基づいて、祭神は、権限としても信仰されるようになった。本殿以外の拙者、末者にも、本寺衰弱は適用された。が元では、 王将宗の教学である、有意識論を学ぶ者は、カスガ権限によって守護されると説かれた。カスガンダラも、盛んに作られ、その多くに、本殿や若宮等の本事物が描かれた。明治維新による、神仏分離、廃仏希釈によって、カスガ権限は廃された。経済状況の悪化から、幸福寺の僧侶の多くは、減属して、カスガ社の神職に移るとともに、 幸福寺の寺療は明治政府によって没収され、春日社は幸福寺から分離して春日神社となった。ありがとうございます。